ピストルさんにこの缶バッジをもらいました。あとマスクをもらいました。で今日歌う曲は、スーパーフライさんのフレアです。それでは聴いてください。よろしくお願いします。
どうでしたか、歌ってみて。空箱に出てるすごい方ばっかりで、とても緊張しましたが楽しく歌えました。よかったです。あのツイッターをね、カールちゃんのツイッターを見たんですけど、あの最近あの鼻を蚊に刺されてしまったというツイッターのツイートを見たんですけど、なんで刺されちゃったの？外で鬼ごっこしてたら、うん、鬼ごっこ鼻に刺されちゃった。刺されちゃった。でもね、あのみんなからは今日絶対見えないと思うんですけど、ちょっとまだ残ってるね。なんかピストルさんがあの赤鼻のトナカイに変えますかみたいな曲みたいなのやってたよね。そう、でもあのお茶目なところがあってとっても可愛いね、かぐらちゃんなんですけど、かぐらちゃんもね、なつきちゃんと同じで来週19日の柏市民文化会館でのステージに出るということで、何か意気込みをちょっとお願いします。